ジュリアン・ウォルデン・ウィアーはアメリカ合衆国の印象派の画家であるニューヨークに生まれた父親のロバート・ウォルター・ウィアーは画家で士官学校の教授であった兄のジョン・ファーガソン・ウィアーも画家でイエール大学の美術学校で1869年から40年ほど教えた人物である父親から美術教育を受けた後ナショナルアカデミー・オブ・デザインで絵画を学んだ 1873年あらヨーロッパに留学し、パリでジャン・レオン・ジェロームに学び、1875年にサロン、とパリに友人となったジュール・バスティアン・ル・パージュの影響を受けた室内画を出展するが落選した。1877年にアメリカ合衆国に帰国し、ニューヨークに今日構えたが、その後もしばしばヨーロッパを訪れた。この年、 米国芸術家協会の創立メンバーとなり、1882年には会長になった。1878年から他の画家を教え始めた。最初はニューヨークの私立大学、クーパーユニオンで教え、後にアートスチューデンツリーグで教えた。主に肖像画や風俗画を描き、花を描いた生物画も人気が高い。1883年から、 ニューヨークの住居とコネチカットの農場を行き来する生活を始めた。エドゥアールマネの作品や1886年にニューヨークで開かれた印象派展の作品に影響を受けて印象派のスタイルの風景画を描くようになった。1887年からは版画、ドライ、ポイントエッチングの技法にも取り組むようになった。1888年に作品が メトロポリタン美術館に買い上げられ、1889年のパリ万国博覧会の展覧会に出展し、入選した。その後、自らのスタイルを模索し、この時期の代表作は赤い橋である。ありがとうございます。